皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日はハンドクリームについてお話ししたいと思います。ハンドクリームの需要がグッと伸びてますよね。先生はどんなハンドクリーム使ってますかとか、どういった視点で選んでますかっていうのをね、最近よく聞かれるんですよ。というのはやっぱり新型コロナウイルスが流行っていて、でそれに伴って手洗いをしたりとか、アルコールによる手指消毒をすることによって、どうしてもね手が荒れてしまうという方が多くなってきてるんですね。なのでいつも以上に、手の荒れを気にしてハンドクリームを塗るっていう方が増えてきたんじゃないかなと思います。自粛中にもね、こう症状別のハンドクリームの選び方っていうものを、ご紹介したんですけれども、今回は日々使う、ハンドクリームということで、成分からチョイスして解析してみようと思います。ハンドクリームを、チョイスしてね、解析する前にですね、基本的なことなんですけれども、じゃあどうして肌が、手がね荒れるかっていうと、それは皮膚にはバリア機能っていうものありましたよね。でバリア機能っていうのは角質の間に、お水があって、その上に、皮脂というバリアが張っていて、それが一つちゃんとできているのでバリア機能と呼ばれますよね。なのでこれどっちがなくなっても、皮膚のバリア機能が低下して肌の乾燥が生まれて、そこから外的刺激が入ったり、内側の水分が蒸発してしまったりということが起こります。なので保湿をするということが大事なんですけれども、保湿にはですね2種類ありましたよね。角質層にお水を入れるモイスチャライザーと、この皮脂の役目をする、エモリエントということになります。じゃあハンドクリームどこを中心に選んだらいいかっていうふうに皆さん思うと思うんですが、今回ハンドクリームの需要が増えているっていうのは、手を洗ったりとかアルコールをつけることによって、アルコールってね一緒に水分とか皮脂をこう蒸発させてしまうので、それで水分が持っていかれてしまうということで手が乾燥しているわけですよ。なので、ぶっちゃけもちろん、お水をあげることも膜を張ることも大事なんですけれども、皮脂を形成するようなものって結構ベトつくんですよ。ハンドクリーム塗った後にベタベタしてしまったら次使うのちょっと嫌じゃないですか。なので今回はきちんとした皮脂膜も張るんだけれども、テクスチャーも良くて、角質にお水を抱え込んでプラス膜を張るよっていう観点のものを、チョイスして選んでみました。一つ目はこちら、コーセー薬用スキンクリームセラミエイドになります。こちらの製品はもうズバリセラミドをしっかり配合しているというものになります。さっきお話しした角質にお水を入れるモイスチャライザーっていうのは、実はね3つ、そうですね、大きく分けて大体3つタイプがあって、まずは角質に水分入ってきた時にそれをキャッチして、吸収するっていうもので、もう一つはそのお水をしっかり自分が抱え込むっていうもので、もう一つはお水をこうサンドするっていうものがあって、まず掴むだけだとちょっと水分が少なくなっていくと、その、水分量が減るんですけれども、抱え込むっていうのは水分が低下してもそのまんまこう抱え込んでくれるので蒸発しにくいんですね。であとサンドするっていうのはさらにこう蒸発するのを防ぐので、でなのでモイスチャライザーの中にもちょっと数段階あるんですね。こうモイスチャライザーの中でも角質の潤いをこうアップさせるっていうのは、セラミドっていうのはとてもの効果が高いと思う言われています。でもう一つこう水分を維持するのは弱いんですけれども、水をこう掴んでね引っ張り寄せるようなものがアミノ酸っていうのも入ってます。なのでアミノ酸がお水をしっかりと引っ張り込んで、セラミドでこれをサンドイッチするっていうことで、角質の潤いを逃がさないように、角質のバリア機能を上げていく。そして最後にベールをかけるエモリエント効果ですね。これは膜を張るのはワセリンが入っています。出すとね結構硬そうな感じ、やっぱりワセリンがベースになってるからか、ほらこうしてもね落ちにくい感じがします。これねこう塗り広げるとすぐにさーっと伸びて、ベタベタねそんなにしないです。多少はベタつく、いっぱい塗るとベタつくっていうのはあるんですが、これをした後に例えば何か紙をこう、私のネタ帳ですけど、こう紙を触ってもそんなになんかこの紙がなんていうのかな、ベトついたりっていうことはあんまりないです。ですから
日々ねこう洗った後に使うっていうには結構いいかなと思います。ただベタつきがじゃあ全然ないかって言われるとそうでもないんですけれども、意外とこのセラミドが入っているので手洗いをよくしてそれで乾燥するよっていう方には結構いいのかなと思いますし、この小さいからハンドクリームかなって思って買ったら意外とこれね顔体よって書いてあったんですね。なので例えばハンドクリーム代わりに持っていてちょっと口元の乾燥が気になるよっていう時は顔に塗ってもねセラミドなので全く問題はないし、ちょっと本当に米粒一つぐらいを取って目元とかにのせて昼間の乾燥対策にも使えるので一石二鳥かなと、買った時に勝手に成分解析しようと思って家で見てあれこれハンドクリームじゃないと思ったんですけど、一応こちらピックアップしてみました。続いてはこちら、ウルンラップヘパインクリームになります。こちらは以前症状別のハンドクリームっていうものでもご紹介をした製品になって、私ねこれ結構使ってこんな結構ないんですが、こちらのいいところはもうそうヘパリン類似物質っていうものが入っています。ヘパリン類似物質っていうのは医療品でも使うヒルドイドに入っているものでしたよね。ただその、ヒルドイドに入っているものと同じヘパリン類似物質ではないと思うんですけれども、やっぱりヘパリン類似物質っていうのは血行を良くしてで水分量アップさせるっていう効能があったので、手ってねやっぱりどうしてもこう乾燥しがちだったりとかちょっと冷たくなって血行不良になるっていうこともあるので、このヘパリン類似物質を入れることによって角質の水分もアップするし、血流も良くなるかなっていうふうに期待ができます。なのでねこれ効能にねやっぱりねひび割れとか赤切れっていうふうにも書いてあるんですね。でひび割れとか赤切れっていうのは血行不良でも起こってきますので、そういった意味ではちょっと手先が、ちょっと冷たくなりがちだなとか手先の色があんまり良くないなっていう人はプラス乾燥があるっていう人のはいいかなと思います。モイスチャライザーとしてはこのヘパリン類似物質が入ってますが、膜を張るですね、ものエモリエントにはスクワランっていうものとワセリン、どちらもこう油性の成分になるので2種類こう油性成分が入っています。なんですけどねこれね意外とベタベタしないんですよ。どっちかっていうととベタベタ感で言うとこっちの方がそんなにベタつかないです。でこちらはさっきのものに比べてちょっとみずみずしい感じはあります。さっきよりはこうなんかさらっとするようなイメージなので、ちょっと重さがあんまり好きじゃないっていう人はこちらいいと思います。でねこうねスーッとね馴染んでいくのでベタつきはほとんどないです。本当さっきよりも全然ベタつきはない。だから私は結構こちらの方を日々使ったりするようにしております。でね結構ねこの爪の方までしっかり塗るとささくれもできないので、こちらも結構いいです。はい、最後はこちら、コーセーコエンリッチ薬用エクストラガードハンドクリームになります。もうねこれはコスパもいいし、結構薬局とかスーパーいろんなところで見ますよね。であとはいろんな YouTuber さんもこの Q10 のこのゴールドの方ねはすごくおすすめしてるんですが、これは私から見てもコスパもそうですけれども成分的にもすごくいいなって思っている一方になります。角質にお水を入れるモイスチャライザーとしてはまずヒアルロン酸、このヒアルロン酸はどちらかとお水を抱え込むようなものですね。もう一つがコラーゲン、これもお水を抱え込むようなものになります。でもう一つはグリセリンですね。グリセリンはどちらかというとお水を引き込むような感じで、そんなにこう水分量をアップさせるのを長時間維持はできないんですが、グリセリンで引っ張り込んできてコラーゲンとヒアルロン酸でそれをなんで包み込むような感じになっているので、しっかりと角質にお水も維持できる。プラスこれにはですね結構油性成分がしっかり入ってるんですよ。要は膜を張る、エモリエントが結構入っていて、それが3種のキューティクルオイルって書いてあるんですが、具体的に言うとホホバ油、アーモンド油、スクワランなんですね。これね強力撥水って書いてあるんですよ。そうお水を弾きますよって書いてあるんですね。もちろんねお水を角質にこう引き込む成分もしっかり入っているんですけど、どちらかというとめしっ
っかりと、まあ、要は見えない手袋をしているような油性成分で膜をしっかり張って、多少お水がこうついてもお水を弾いてくれるんですね。じゃあ早速やってみようと思います。さっきの3つのものよりは結構サラッとしてるんですよ。なんか油性性のものとは思えないような感じで、でこれじゃあしっかり塗りましたね、特に残ってないですよね。ここにミスト のお水をかけます。ほら結構水滴が丸く残ってるでしょ。結構ねお水をねしっかりともう弾いてくれるんですよ。水仕事が多い方っていうのは結構おすすめかなと思いますし、ここまで撥水がしっかりしていながら角質にお水を引き込むモイスチャライザーが入ってるって、それにねこれねめちゃくちゃね安かったんですよね。なのでこの3つの中では本当にコスパもいいし、で撥水もあるので、本当これね優秀だなって思います。まあちょっとおまけみたいな感じなんですけれども、皆さんねハンドクリームどうやって塗ってますか？さっきみたいにここにつけてこうわーって塗ってこうやって終わってると思うんですが、ちゃんとねハンドクリームも塗り方っていうのがありまして、それを最後にちょっと実践しようと思います。まず好きなハンドクリームを、まあ本当にパール粒2つ分ぐらいですかね、これぐらい手の甲に取るじゃないですか。そうしたらここをわーっとするんじゃなくて、これをこういう感じで指先にこう、わかるかな、こんな感じで塗ってください。そこから、まあ、全体的に広げてこの一本一本指先までこう塗り広げるっていうのが大事なんですね。指までしっかり伸ばして、できればこういう、ね、手首の方までしてこう塗り広げて、この手の甲だけではなくて指の先までこう行くっていうことをポイントにして、しっかりと塗るようにしてください。いかがでしたか？もうね本当に手洗いとかアルコール消毒はもうこれから先もずっと続けなくてはいけないと思うので、なるべく手を洗ったら、まあ、ハンドクリームを塗ったりとか手荒れがね気になる方はしっかりと保水保湿しっかりとするようにしてみてください。このチャンネルはこのように美容や医療について皆さんに分かりやすく発信しているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。